お疲れ様です。うなさんです。うなさんです。今回から、少しお話の時間を加えることにしました。お話をしないと退屈しちゃう人もですねいらっしゃると思って、と言っても本当少しだけお話します。すいませんね、喉がねガサガサで今日。今日の話は靴磨きのワックスの話です。特に僕は靴磨きだけを発信するわけではないので詳しくはないんですけれども、今日初めて使ったワックスがものすごく良かったのでお話しようかと思ってます。最近お断りしておくと、テクニック自体はすでにたくさん出されている人がいらっしゃると思うので、その動画をですね見ていただくといいかなと思うんですけど、僕自身ですね、そのワックス、靴磨きのワックス、この今光ってますよね、めっちゃ光ってますね。あ、僕の顔も映り込んでる。これぐらい光ってるんですけど、この鏡面磨きって言います、ここ、まあ、ここだけで、この鏡面磨きに対して僕はあまりこだわりはないです。こだわりないんですけど、たまに靴によってはやってます。まあ、この靴なんかはやってます。で、なんでやってるかって言ったら、3つ理由があってですね、1個が、まあ、ここが光ってるとこういう風に靴全体に立体感が出るので高く見えるっていうのでやってますが1個。でもう1個が、やっぱりここが光ってると、まあ、いわゆるこの靴っていうプロダクト、製品、一つのものの端っこが光ってるとものすごく綺麗に見えるんでやるようにしてます。例えばこの辺が光ってるよりもやっぱりこっちが光ってると人間の目につきやすいんですね、端っこって。だから、光らせるようにしてますっていうのが2つ目。でもう一個がこれって結局後でもお話しするんですけど、このワックスの中に入っているロウ分、ろうそくのロウみたいなものだと思ってもらったらいいんですけど、このロウ分がここにくっついて光ってるんです。なので実はこのロウでコーティングしている状態になっているので、何か物がぶつかっても傷がつきにくい状態になってます。こんだけ薄くてもやっぱり全然違いますね。皮直接当たるよりも傷がつきにくいっていう効果があるので、僕はここを鏡面磨きにしてます。まあつま先は結構歩いててもぶつけることがあるのでやってます。で今回お話ししたかったのが、今回使った先のお話すると、このサフィールノワールのミラーグロスかな、ミラーグロス、これがものすごく良くて、このミラーグロス、このミラーグロスがものすごく良かったっていう話なんですけど、今までいくつか試したことあるんです。今も手元にあるんですけど、この、まあ、有名なやつですね。コロンブスのブートブロックってやつと、靴クリーム。ダイソーです。100円のやつ。あともう一個、キュウイっていう有名なところのものも使ったことあります。ただ抜群に良かったです。抜群に良かった。で、それなんでかって言ったら、まあ、鏡面磨きされてる方、されたことある方、または
したけど失敗しましたって方は多分経験あると思うんですけど、僕も最初そうだったんですけど、磨いてても曇るんですよ。わかりますかね。やってても白くなっちゃって曇って最終的に全然光らなくて困ったっていう経験さもされた方も結構いらっしゃると思うんですけど、それがおそらくないと思われる商品がこのミラーグロスですね、別に宣伝じゃないんで、よかったからお話してるだけですけど、結局この靴クリームとかこのブートブラックもそうなんですけど、乾くのが遅いんです。何を言ってるんだと思うかもしれませんけれども、結局ワックスって中はろうと油の油分と有機溶剤っていうものでできてて、結構ベタベタしてるんですね。でこのミラーグロスは硬いんですよ最初から、ですごく硬くて塗っててもあまり塗り広げられないっていうか、そもそもそんなに取れないんで、すごく細かく塗っていく感じになるんですけどね。で3層ぐらい重ねて、重ね終わったタイミングぐらいでもう乾いてます。びっくりしますね。本当に。これなんかは塗った後下手するともう一晩とか置かなきゃいけないんじゃないかっていうぐらい乾かないんですよね。よく考えられた商品だなと思って。その裏付けるかのように、靴磨き大会でこれ使うことを禁止されたようですね。あまりにも光りすぎるから、っていうか誰がやっても多分光るんじゃないか、だから差がつかないっていうので、禁止されたぐらいの商品なので、いわゆるチート商品、もっと分かりやすく言うと反則技です。でも僕らはそんなにその技術っていうものを別に求めてないような人、僕なんかそうなんですけど、綺麗になればいいっていう人には非常におすすめのワックスじゃないかなと思ってます。でこうで結局磨いても光んなかったら楽しくないじゃないですか。それだったらこれ使ってシャッてやってピカッて光って、でお気に入りの靴で楽しく街を歩ければいいかなと僕なんか思いますけどね。ただ一点高いめちゃくちゃ高いんです。これ100円じゃないですか。100円、これおそらく2400円ぐらいするんですよね。2400円は高いね高いかな。高いんですけど、絶対に、価値ある商品だと思います。それぐらい時短になるし、自分が上手くなった気になるし、絶対にこの足元の、特につま先が光ってると友達から上司から取引先の方から、ああ靴もめっちゃ綺麗だよねって絶対言われると思うんで、試してほしいですね。特に困ってる人は、全然こんなので困ってない人はいいんですけど、僕みたいに全然技術のない人はもうこんなのでいいと思うんで、ぜひ使ってみてください。長くなっちゃった。9分もあるよ。どうやって編集しようということで以上です。ちょっと短いのも撮るか、いや編集しよう。お付き合いいただきありがとうございました。では